最近ちょっとむくみがちで、顔がパンパンなので、パンパン。効きそうなやつを。電気針のやつなんですけど、はい、ちょっと怖いっていう気持ちもあります。はい、顔はここです。え、すごい。シュッてしてる。うん、ここがやばい、うん。ここがない。はい、初めて美容針、ありがとうございます。よろしくお願いします。美容針をしようと思ったきっかけとか。美容針をしようと思ったきっかけは、はい、もうすぐイベントがあって、うんうんうん、で、はい、いっぱいの人と会うんですけど、はい、最近ちょっとむくみがちで、うんうんうん、顔がパンパンなのでパンパンちょっとどうにか応急処置を、ええ、していただけたらなって。ニキビができたり吹き出物ができたりとかありますか？はい、ここ、うん、鼻の右の横、顎、うん、すごいよくできる。ニキビの色は赤。赤はですね、血液に熱があるんで、血液の循環を高めていった方がいいですね。うん、白くなると、呼吸器系が弱くなってくると、白っぽいニキビができるんですよ。どっちもなります。うんうん、黒でもなく、黒はない。黄色もない。黄色ないか。黄色はね、割と肝臓。系の方は黄色になったりとかします。うん、赤と白とか、うんうん。ニキビだったり、美容針をすると頭痛が良くなったとか、肩こりが良くなったとか、うんうん、っていう方と違う。うん、今日はでも小顔コース。はい、うん、それでお願いします。たるみの方でやっていきます。はい、でパックをして、うん、針もですね、50本から100本ぐらい打っていくのと、整体と入れて、でコラーゲンマシンをして、で顔に電気針をしていく。うん、電気痛そう。おそらくね、そこまで痛くはないと思いますけど、まあ一回やってみて無理っていうならばやめてもいいですし、はい、うん、でそっちの方が効くってことですよね。の方がですね、やはりこう電気も皮膚の中に入れた状態から電気入れていくんで、筋肉がよく動くようになります。へー、うん、マスクを今してるんで、はい、腹話術みたいな感じで喋ってる方たちが多いので、これもおすすめですね。効きそうなやつを、電気針のやつなんですけど、はい、ちょっと怖いっていう気持ちもあります。はい、ではぜひもうバリバリ電気でやっていきましょう。怖いよ。はい、はい、ちょっと軽くこの状態をちょっと覚えとってください。はい、では簡単な整体からいきますけど、うん、結構ね足の高さが違うんで、うん、骨盤が今左側が上がってる状態ですので、はい、その辺も加味していって戻していきますね。はい、これ痛い、はい、この辺硬いな。これ痛いね。痛いね。すいません。いえ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 、パンツとか覗きよったらさ、もう動画にバッチリ撮られるけん今日はやめとこう。これで逆にね、うん、骨盤がこんな状態になっとった。今どっちだったんですか？最初こっち、これまっすぐ戻すと、はい、どうせね癖でまたこう持って戻っていくんで、うん、こうなってるものをちょっとこっちに戻して、はい、うん、癖でこうなってくる。わかりました。ほんと最近ずっと見るときとかも気になって、自分の骨盤が歪んでるなみたいな、うん、ありがたいです。戻ってるって思ったらあんまり食べていいのかわからない。確かに。こっち側か。本当ですか？うん、右側の方が痛いと思う。うん、一回テニスで右肩壊して、うん、そこからすごい硬くなりました。昔医学部だけのバレエ大会見に行ったけど、はい、結構レベル高い。そうなんですよ。びっくりした。みんなめっちゃ強い。うん、顔はここです。脇、結局顔の老廃物が下に流れなくちゃいけないですよね。ああ、うん、ここで詰まっていくんで。ここは自分で。自分でできます。うん。あとはね、ここ。ああ、うん、ここいつもすごい痛い。痛い。知り合いの東京の先生で、はい、こんなの初めてって言わせたらもう勝ちですよっていう人が、確かにね、そう、うん、何でもそれ言えることで、あ、下ネタばっかり言う先生なんけどね。整体師とかって、うん、一番下ネタ言っちゃダメな気がしますけど。ごめんなさい。いや、
リアル味が他の職業にますというか、そう、ね、壊れてしまうから、うん、言い方とかですけどね、うん、きっと後で右肩のちょっと調整をしますんで、ありがとうございます。絶対上がるようになりますよ。これだ、バイ。針でね、うん、ほんと一針二針ぐらいで上げるようになりたいけど、もう今上がった。いや、思いました。だいぶあのゴリゴリみたいなのつかかりがなくなって、うん、今肩上がった。耳のあたりとか、うん、耳の奥とか目の横とかにすごい頭痛が来ることが多くて、うん、ここ頭痛だな。はい、その辺めっちゃ痛くなります。これね、噛み癖はどっちかな、左かな、右でもかもな。均等に噛むように気をつけて。気をつけてる。はい、うん。気持ちいいぐらいですか。こしょうばい。目が。はい、わきゃ言っていいですよ。すごい我慢してます。目抜き。いやー。でもね、疲れ目とかにはもうすごいいいし、あとでね、目が開きやすくなる。あ。うん。目が。顔で詰まりやすいのが結局ここです、うん、ここはい、うん、じゃーってきます。なんで片側だけ動くんですか。神経がうまく入ったところが動きやすくなりますけど、基本ね悪い方に入っていくんで、電気がきつかったら教えてください。はい、クマはあんまりできない。クマはあんまできないです。できない。なんかすごい変な筋肉動いてきます。シカパックご存知？いや、初めて聞きました。結構これ人気、人気であって安い、30枚入って3000円ぐらい。もっと安かったっけ、うん、どこで買えるんですか。え、ネットで買った。いろいろ試した結果、患者さんたちがねこれがいいよっていうのの声が多かったかな。シワとかを対象にしてる方はもうパックなしで、うん、パックするとそのシワにピタッとこう当てることがねできないんで、先に電気を通す針から打っていきます。はい、頭痛がするか。電気を流したい箇所もたくさんあるんですけど、うん、結構ここはオーソドックスに外せないかな。あのやっぱ噛むところの筋肉、うん、ここは硬くなりすぎて顔が歪んでいくんですよね。うん、でその顔が歪む原因が頭にあるんですよ。なるほど。頭の矯正とかも最後していきますんで、それが僕得意なんで頭痛とかが治る人たちが多いのかな。うん、じゃあ針に電気を入れていきます。電気を入れることも自体も初めて。初めてです。低周波治療器っていうのは皮膚表面から流していくんで、これ体の中に入った深部から流れていくんで、ね、よく動きやすいんですよね。あ、来たなっていうところで教えてください。来た。首の方行きます。ちょっと頬の方強いかなっていうぐらいのところで教えてください。動きよる。今日ちょっと痛いぐらいで大丈夫なんですか。ちょっと痛いぐらいで慣れてくるんで、もう一回あげます。うん、今からいろんな種類の針を打っていくんですけど、はい、今まで打った針が一番太い針です。うん、今からは割と細くなっていきますんで、うん、さっきねここがすごい膨らみがあったんですよ。うん、ここ膨らみがある方は頭痛が起こりやすいです。うん、でもねだいぶもなくなってますよ。針が怖くて喋れない、うん、痛くはない。ちょっと痛い、ちょっと痛い、痛いとか言っていいです。怖くて喋れない。
この辺はもうオーソドックスな針なんですけど、ここに4本だけが見えるところが銀色っぽいところが針なんですよね。でもここってもう銀色っぽいのが見えないんですよ、で、まっすぐ打つと多分 1.5 ミリぐらいしか入らないんですけど、沿わせて打つと1センチも2センチも3センチも入っていくんですよね、この針の長さ上 1.5 センチしか入れてないんですけど、皮膚を上げた状態でちょっと持ち上げてますんで、でここっていうのがすごく大事で、ここがですね1ミリ下がると目元が3ミリ、口元が5ミリ、バストが3センチ、ヒップが5センチ下がっていくんですよ。結構自分でもこの辺のケアっていうのはすごくいいと思います。わかりました。針って何をしてるかっていうと、結局はその皮膚と筋肉を傷つけていってるんですよね。でその傷つけていった後に皮膚のバリア機能とかがなくなってるんで、そこを修復させようとするときに経皮吸収が約1万倍上がります。ですので今はシカパックの上から売ってますけど、この後に水素のクリームを塗っていきますんで、そういうのの経皮吸収能力っていうのが約1万倍上がってるんで、より入っていきやすいんですよね。筋肉が柔らかくなってるんで、この後に顔の矯正とかしていきますんで、はい、私ですと少ししていきますんで、はい、合うかどうか。あ、昨日考えたけど、この動画を見て美容針受けた方は、コメットのめっちゃいいです、超賛成です。なんか面白いかなと思って、この動画見た人は合言葉的などんなサービスにしますか、コメットさんで。抜きますね、今ね出血が出てるんですけど、出血はね出れば出るほどいいです。西洋医学でいうと血液ってじゅんぐり巡回するんですけど、東洋医学でいうと悪いところに悪い血液がたまるっていうお血っていう考え方があるんですよね。それを抜くっていう遮血っていう考え方があるんですけど、悪いところに悪い血液がたまるんで、それを物理的に外に出してあげると新しい血液がまたそこにやってくる。で体が中からきれいになって治っていくっていう考え方があるんですよね。でも内出血になってしまうとそれが目に見えてしまうんで、内出血をなるべく控えるようにはしてるんですけど、でも実は内出血もそこに酸素とかも含めて集まってきてるんで、後々のことを考えるとすごくいいんですよ。なるほど、けど、皆さんに言ってるのが、例えば結婚式のために美容針をしたいっていう方もいらっしゃるんですけども、一番最後はもう結婚式の2週間前くらいにしてくださいっていう、話をしてます。内出血が出てもファンデーションでも隠せるぐらいですし、1週間するとほとんどなくなるんですけど、余裕見て2週間かなと。肘は痒くないですか？痒くないです。全然大丈夫、はい、ちょっと押さえていきますね、少し口開けてもらっていいですか？針よりも痛い、はい。もずっと思ってて、顎がずれちゃってるのって、もう噛み合わせからずれちゃってるから、戻したいなってちょっと思ってました、ちょっとごめん、ニヤニヤしよる。あのね、顔がちっちゃくなってきた。これカメラでも分かるんじゃないかな。頭痛の時に一番手っ取り早いのは耳をもむ。耳もみ、そうすると血流がバッと上がっていきます、ね、ああそうなんですね、え、ちょっとカメラ撮ってみて、今。あ、おぉ上向きだからかな。え、すごいシュッてしてる、ここがやばい、ここがない。でね、こっちがね、カメラでも分かるんじゃないかな。本当ですか、ここ。そうそう。あ、じゃあ、クリーム塗っていきます。はい、プロテオグリカン、知ってます？はい、知ってます？すごいな。これがもう入るかどうかで化粧品の価値が全然変わるんですって。とリンゴ細胞培養エキスっていうのが世界中に3000本ぐらい腐らないリンゴの木があるんですって。腐らないリンゴのエキス、
と、あとね、スモフエキスだったりとか、ちょっとこの辺はあまりメジャーじゃないんですけど、この5大栄養素を黄金比率を作ったお医者さんたちとの共同開発で水素の化粧品っていうのを作ってるんですよね。もともとチカチカする成分もあるんですけど、はい、針を打った後なんでちょっと大丈夫ですか？大丈夫です。元の肌がすごい綺麗じゃないのかな。本当ですか？うん、ひいき目で見とるけんからもう全然違うと思うけど。本当ですか？なんかね、目鼻立ちがしっかりしてきた。肩上げてどうなんですか？見え方がちょっとすごすぎて、うん、超上がる。超上がる。はい、痛くもないし、多分生理痛も軽くなっていくと思います。本当ですか？うん、そこめっちゃ痛いです。で、水もいいけど、左右とかお湯を飲んだ方がいいかな。はい、そこも生理痛ですか？東洋医学で言うと肝臓系。あー、痛い、めっちゃ痛い、肝臓。お疲れでしょうからね、はい、ありがとうございました。初めての美容針、はい、どうでしたか？いや、もう絶対痛いと思ってすごいドキドキして怖かったんですけど、うんうんうん、そんな思ったより痛くなくて、うん、むしろ効いてるみたいな感じ。あー、なるほどですね。じわじわ痛いところも確かにありはしましたよね、うん、ちょっと皮膚を引っ張って顔を上げるような張りもしたんですけど、そこは痛かったですか？いや、痛くなかったです。でもなんかズーンって感じで来て、うんうんうん、その後こうされてる時とかは結構痛かったんですけど、うんうん、でもここに関しては気持ちいい痛さです。へー、ド M ですね。もっと頭皮の方に増やしたりとか、まあ、もちろん首の方に増やしたりとか、デコルテ部分に移すとまた美容針の効果っていうのも変わってきますので、そういうところもまた今後やっていきたいと思いますね。はい、はい、どうですか？最初のね、写真をね、撮っておけばよかったんですけど。おーおー、あ、すごい、ここがない。すっきりしてる。顔の歪みを取ってあげるとね、うん、もうその場で変わってくるんですよね。なんかこう勝手に上がってるって感じで、うん、だからやっぱりこう筋肉っていうのが正しい位置にないんで、片方がダラーンと落ちてくる、うんうん、それに引っ張られて代謝が悪くなっていって顔が落ちてきたりとかするんですよね。なるほど。いや、でも本当変わった。いや、絶対変わりました、うん、明日のイベントもうまくいきそうですね。はい、自信持って臨めます。その日はコメントっていうのをやっていて、はい、いろんなお酒を置いてるんですけど、はい、特に日本酒ソムリエなので、美味しい日本酒を取り揃えているお店をやってるんですけど、はい、じゃあ今度コラボで引き酒たんぽ、あー、それやりましょうね。ではこの動画を見ていただいた方は何か特典とかありますか？この動画を見てきていただいた方には、はい、チャージ料が500円なんですけど、はい、それを無料にさせていただきます。ありがとうございます。オープンしたてでコメントのインスタとか、うん、貼ってもらったら、うん、インスタ貼っておきますよね。インスタをお願いします、はい、初めての美容針すごく喜んでいただいて、はい、よかったです。じゃあこの後はですね、うちの自慢のコラーゲンマシンに入っていただいて、またさらにですね、綺麗になって書いていただきますので、はい、またよろしくお願いします。本日はですね、動画見ていただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。